あいつに会いたいと思ったことなんか一度もない。ちょっとおじさん黙ってて。俺この人のこと嫌いだって言ったよね。あの二人結構複雑だから。タクトは折り合いが悪くってね。さやこがいつもお世話になってます。将来のことどう考えてんの。貴様にお父さんなどと言われる筋合いはない。人それぞれ家族との距離感ってもんがあんだから。スッカはカンタさんのこと好きなんですよ。カンタのこと全然好きじゃねえよ。人はそれを恋と呼びます。それは困るよ。恋愛禁止ってルールが無理あると思わない？大学生活って長いようできっと短いし、宝物みたいな時間だと思うんです。もう後悔したくないんだよね。サヤクさんのおかげで。あんたタク君と付き合ってんの？タクさんはサヤコさん大好き芸人なだけでしょ。チューしてもいいですか？ダメです。愛情がなきゃそんなことしないよ。男気見せてください。話すことさえ避けてたら永遠に分かり合えないままだ。また仲間がいなくなって寂しくなるだけだよ。マイセカンドアオハル火曜夜10時。ときめく時を TBS。